どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。ラーハを使用していると初動の立ち上がりや必殺技の発動タイミングって意外と気になる部分がありますよね。思ったよりも必殺技の発動遅くて敵が倒しきれないとかよくあります。ですがこの点に関して言えば TP 回復の影響を受ける部分となるためなかなか調整が難しい要素となっているんですよね。しかもこれをクリアしようとした場合には異物や光遠性を変えるしか方法はありません。じゃあ変えたらいいじゃないかっていうところなんですが、ただ単純に変えたとしても火力が下がってしまったりするので変えることによって悪くなる部分っていうのもあるんですよね。ということで今回はランハの異物候補として敵と怪盗どちらを採用した時に相性がいいのか、また光遠性などの視点も入れて怪盗と敵の比較をしていきたいと思います。今回実戦で試したりはしていますが、かなり主観的なものが入っていますので、こういった考え方もあるのかなという視点で聞いてもらえると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。それではまず、異物選びの簡単な結論からしていきたいと思います。結論一つ目としては、火力を発揮できるのは鉄器がおすすめというところです。鉄器のセット効果による防御力無視により火力を伸ばしやすくなっているというのが理由ですね。通知の条件も無持ちで調和主人公とルアンがいれば簡単に突破できるためクリアがしやすくなっています。怪盗にはダメージに関するバフがないっていうのがありますので、どちらを採用するかっていう場合は火力重視なら鉄器がおすすめとなります。続いて2つ目の結論です。初動の立ち上がりが良くなるのは怪盗というとこです。撃破によって EP 回復ができる怪盗の方が必殺技を早く使いたいランハとしては初動の立ち上がりが早くなります。こちらに関しては演算を装備して比較してみましたが、 EP 回復としてはだいたい20近く差が出ましたね。もちろんこれに関しては敵の数や弱点撃破数に依存するところがあります。ですが1ターンほどの差が出るのでかなり大きいところかなと思います。続いて3つ目の結論です。必殺技の回転率を上げるなら怪盗がおすすめというところです。ランハの強化通常攻撃中ですが EP の回復は可能となっています。そのため弱点撃破を大量に起こすランハの性能と怪盗の噛み合いがかなりいいっていうところなんですよね。 EP が足りなくて通常攻撃をするような隙間時間を作らないようにするのであれば怪盗の EP 回復を活かす方が良かったりもします。これにより必殺技の使用回数は自然と増えますので、回転率を上げるなら怪盗がおすすめっていうところになります。簡単な結論のまとめとしては、戦闘効率を考えると怪盗が扱いやすい結果というところになります。ですが火力を求めるなら鉄器が圧倒的にいいですね。これに関してはどちらを求めるかというところになると思います。ただこの結果に関してはモチーフや星4の光遠性を考慮していませんので、結果が変わる部分というのがあります。無凸無持ちの場合だったらというところの話で受け止めてください。ではこの3つの要素について細かい話をしていきたいと思います。正直今回異物の話だけっていうところで考えていたんですが、検証すればするほどある光遠性がめちゃくちゃ優秀だなっていうのも分かりましたので、そこも見てもらえるといいかと思います。それではまず火力面の最適について話していきたいと思います。まず火力面の最適としてはセット効果のある鉄器が最適というところになります。これに関しては単純な火力面だけを考えるなら撃破と超撃破を伸ばせる鉄器がおすすめっていうところですね。これに関しては怪盗は全く効果がありませんので鉄器一択っていうところになります。しかも鉄器の強化内容としてはモチーフでもできない要素となっていますので、異物で出せる強みっていうところになるんですよね。なので単純に装備するだけで火力が上がるので鉄器の方が火力は出しやすいっていうのがあります。ただし、敵の条件に関しても注意があります。それが続いてです。遠征や育成によって火力が下がるというところですね。撃破特攻の数値が敵に関しては条件となっています。そのため、ランハ自身で達成できないという場合は、調和主人公やルアンなどのバフによる変化をしっかり抑えておく必要があるというところです。主人公とルアンに関してちゃんと育成をしていれば、簡単に250は突破できるようになりますので、そこまで深く考える必要はないかなと思いますが、ランハの撃破特攻の数値は常に確認するようにしておきましょう。では火力のおすすめとして最適だった鉄器ですが、さらに効率を上げる方法っていうのがあります。それが3つ目です。モチーフありなら効率面も両立ができるようになるってとこですね。火力面においては鉄器で十分出せるってところがあるんですが、ランハの行動順っていうのが結構問題になってきます。
速度だったり行動順が低い場合はどうしても敵の弱点撃破をうまくつけないっていうことがあったりもしますので、結構辛い部分なんですよね。火力が下がる要素だったりもします。ですがこれをクリアするにはモチーフがあれば行動順アップによって短縮が可能となりますので、戦闘効率も上げることが可能となります。これに関しては攻撃回数が単純に上がりますので火力の維持がしやすくなるんですよね。弱点撃破中にさらに追い打ちができるようになりますので、このあたりは非常に相性がいいなと思います。それでは火力面の最適についてまとめていきたいと思います。敵機の防御無視に関してですが、かなり強力で何波自身が所持したい性能となっています。なのでモチーフや調和が沈黙した後所持しているなら行動順が確保できるので、こちらを装備するのもありというところになりますね。ある程度防衛性が揃っている人ほど敵機と相性がいいと思ってください。それでは続いて2つ目です。初動を良くする最適について話していきたいと思います。ランハで一番気になる部分というところですね。ではこちらについてですが、おすすめとしては初動の必殺技を早めるなら回答がおすすめというところです。回答の効果というところを確認するといいんですが、自身で弱点撃破すれば EP が3回復するようになっています。そのため初動に敵が多くかつ虚数弱点が多いなら回答の方が圧倒的に必殺技を発動しやすくなります。 EP 回復面でかなり貢献できるんですよね。EP の回復量としては20ぐらい差が出てきますので、場合によっては1ターンほどの差ができるのかなっていうところです。ですがこれに関しては回答をおすすめと話したんですけど、敵の数に依存してる話なんですよね。なので敵の数に依存しない方法対策っていうものを話していきたいと思います。それが2つ目です。敵の数依存をなくすならモチーフを優先しましょう。あくまで弱点撃破を自身でする必要があるっていうのが回答の条件となっています。この点が敵の数に依存する部分になるんですよね。なので安定感を単純に上げるのであれば初動を純粋に良くするモチーフがおすすめというところになります。こちらは EP が30回復しますからね。数に関係なく回復ができるので安定感はこちらの方が上となっています。ただしこれに関しては初動のみというところですね。ではモチーフ公演数をかなりおすすめしているところになりますが、なかった場合というところの対策も話していきたいと思います。それが次です。星3の霊剣を装備して対策しようというところです。こちらの霊剣に関してですが、公演水の効果でスキル発動で追加 EP が獲得するようになっています。12と結構多めになってるんですよね。これを装備した場合ですが、異物はどちらでも初動は良くなるっていうところがあります。特にこれを発揮できるところとしては裏庭のところです。裏庭で霊剣を装備した状態で見てみるとその差っていうものはなくなります。高難度の場合初期の EP 値っていうのは決まっていますので、高難度をする場合は好きな方の異物を選ぶといいのかなと思います。ではちょっと高円錐のおすすめになってきましたので、初動を良くする最適についてまとめていきたいと思います。まず押さえておきたいところとしては、敵の数や高円錐の効果をしっかり整えれば初動は改善がしやすくなるってところがあります。まあそれはモチーフだったり星3の高円錐どちらを使うかっていうところですね。ただ無動地の場合は回答と霊剣をしっかり組み合わせた方が立ち上がりの安定感は向上しますので、回答だけでなくどちらとも装備するようにしていくことをおすすめします。続いて3つ目です。必殺技回転率の最適について話していきたいと思います。ランハに関しては必殺技を途切れず出す方が強かったりしますので、これを解決するものについて話していきたいと思います。では最適に関してですが、常に撃破の恩恵を受けれる回答がおすすめというところです。高難度や周回系になった場合ですが、敵の撃破回数は多くなっていきます。そのため結果的には回答の方が回転率が高くなるというところがあるんですよね。回答を採用することで一番いいところとしては、必殺技を終了したタイミングからもう一度必殺技を発動できるぐらい EP が回復しているという状況が作れますので、畳みかけれるようになります。この回数が圧倒的に増えるんですよね。なので回答を装備した方が必殺技の回転率としては安定感が高くなります。しかもこの必殺技の回転率に関しては回答を装備した方が恩恵が大きい理由っていうのもあります。それが次です。強化攻撃中でより EP を大量回復できるというところですね。まずランハの強化攻撃に関しては弱点無視があります。しかもこの攻撃の最中って EP 回復するんですよね。ここに回答の EP 回復が加わることで二重で回復するようになります。これが回答を装備することによる恩恵というところになります。
しかも敵の入れ替えが発生するような戦闘であれば常に EP を獲得するチャンスが生まれますので、より効率が上がるっていうところがあります。敵が出てくれば出てくるだけ弱点撃破ができますので、 EP 効率も上がっていって必殺技をガンガン回せるっていうところになるんですよね。虚構叙情すると途切れないっていうことがありますので、この点はとてもいいところかなと思います。では怪盗を装備すれば全て解決するのかっていうところになりますが、それだけではありません。それが次です。霊剣と合わせて無駄なターンを減らしてより効率を上げるっていうところが重要になります。怪盗を装備してればそれなりに効率は良くなるっていうのはもちろんなんですが、万が一 EP が足りないっていう場面があります。そういった時には霊剣の効果で不足分を補うと効率が良くなっていきますね。霊剣に関してはスキルを使うことで追加で EP を回復するようになりますので、これですぐ必殺技の発動ができるようになったりします。しかも怪盗に関しては EP 回復はあくまで敵の数次第というところがありますので、敵が少ない状況でも安定的に EP をプラスできる霊剣はかなり優秀かなというところです。これによって無駄なターンが1ターンでも減ればダメージ効率が大きく変わりますので、結構大事なところかなと思います。それでは必殺技回転率の最適についてまとめていきたいと思います。おすすめとしてはまずは怪盗というところですね。特に虚構叙事などのように入れ替えが発生するものに関しては常に弱点撃破を狙えるっていうのがあります。そのため敵の攻撃などに依存せず EP を貯めれるようになるんですよね。そういった点を考えていくと怪盗の方が扱いやすいっていうのがあります。ただし敵の数には依存していますので、その点だけは注意ですね。敵の数が少なければ効率はそこまで上がるってことはありません。せめて3体以上の時に効率が上がると思ってください。そうなってくると敵の数が少ない場合は鉄器でも問題ないのかなと思います。あくまである程度の敵が多くて必殺技をうまく回していきたいっていう時には怪盗がおすすめっていうところになります。それでは動画のまとめに入りたいと思います。今回の動画に関しては鉄器と怪盗の比較をしていきましたが、結構ねモチーフの話が出てきましたので、そこもまとめて話していきたいと思います。まとめとして1つ目、モチーフや星4の沈黙持ちなら鉄器がおすすめというところです。こちらに関しては行動順の恩恵を受けれる公演性を持っているなら結果的に攻撃回数が増えるってことがありますので、鉄器がおすすめになりますね。行動回数が増えればその分 EP を回復する時間っていうのはありますので、結果効率は上がるかなと思います。また効率を上げるところで話をすれば、モチーフとかを装備した分撃破特攻の数値が余るところがあると思いますので、縄を EP 効率に変えて全ての行動の EP 効率アップを狙うといいのかなと思います。これにより火力とのバランスが取りやすくなりますので、意外とモチーフや星4沈黙を持っている方は EP 効率に変えるという対策もできていいのかなと思います。そうすると敵の火力もより活かせるのかなと思います。ではモチーフなどを持っていない人に関してもおすすめの話はしたいと思います。それが2つ目です。無突無持ちの場合なら怪盗がおすすめというところですね。モチーフや沈黙を処置していない場合ですが、手数で圧倒した方がダメージが出しやすいっていうのがありますので、怪盗で戦闘効率を上げるのがおすすめとなります。怪盗の話をいくつか途中でしていましたが、戦闘の初動から中盤まで EP 効率をある程度上げてくれますので、ダメージは出しやすくなります。なので怪盗の方がおすすめかなっていうところです。必殺技の回数が増えればその分ダメージは上がりますからね。そういったところで効率が良くなるってところです。ではモチーフありなしっていうところで話をしていきましたが、それ以外でもおすすめっていうのがあります。それが3つ目です。火力が十分足りている場合は怪盗を選ぶという選択もありっていうところです。これに関しては実戦ですでに火力に満足している人向けとなります。ランハに関しては必殺技の継続をした方がダメージが上がりますので、戦闘効率を上げた方がトータル火力が出しやすいっていうのがあるんですよね。そういった場合、必殺技のタイミングがなんか途切れて困るなっていうような人は怪盗を一度装備して効率を重視した方がいいのかなと思います。そういった意味では怪盗を装備してみて、どっちの方が必殺技の回転率がいいのか見比べてみるのをおすすめしたいなと思います。ダメージはちょっとだけ下がるかもしれないですが、戦闘効率が大幅に上がって結果火力が上がったっていうことにもつながることはありますからね。トータルでどれだけ出せるのかとか、ラウンド数とか違うものを基準にして比べてみるといいのかなと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。